はい。帝王賞終わってしまいましたが、帝王賞は大位の砂に適性があるかないか、もうこれだけでしたね。ただ単にね。大井の砂特徴ありますからね。真っ白ですから。はい。で、えー、北山ブラックさんち、惜しかったですね。と言っても、ちょっとまあ、ね、キングソードさんがちょっと強すぎましたね。はい。 まあもうちょっと早めに仕掛けないと届きませんが、キング・ソードさん、絶好調でしたから、ちょっと無理でしたね。せっかく応援に行ったんですけどね、お父さんね。で、金、え、亀、ー、さん家の、なんと、ディクフテオン金亀、ね、さん家の子はやっぱり3着に来ましたね。大いに適性があるなぁと思ってたんですけど、なかなか追いつかなかったんですよね。6歳なんだよね、もったいないですよね。 ラワ記念とか名古屋グランプリとか勝ってるとど、か、あのまま王位をちょっと挑戦させてたら、もっと早くから覚醒できたのでね、あの、なんていうの、早くないんですよね、あんまり足が。ただね、パワーはあるんで、逆に今の大井がちょっと合ってたなっていう、そうですよね、息子さんね。ということでですね、まあ今回の天皇、帝王賞のちょっと、えー、反省会ということで、やってみます。 えー、昨年の10月にですね大井の砂を入れ替えてるんですよなので東京大商店と JBC クラシック大井記念ぐらいしか参考にならないんですよねまあタイミング的に言うと JBC クラシックのね2分5秒1キング・ソードさんが1番でで乗っ取るのとウィルソン・テ・ソールと名称ハリオなんですけど、まあ、ウィルソン・テ・ソールは東京大商店でも覚醒しましたんで だ結局、キングソードさんとウィルソン・テソード乗っ取るのの3頭を買えばいいのかなと思ったんですよね。ちょっとさよの姉ちゃんまで差があるんでですね。ただ、あの、まあ、いずれにせよね、この、穴としては、あの、金亀さんちのね、3番のね、ビクティオン。これは、えー、来るんじゃないかと思ってたので、まあ、これを絡めると、ま、あウィルソン・テソード乗っ取るの、キングソードとディ、えー、クティオン。 の三頭で、あ、四頭で良かったんですよね。まあ、セラフィックコールが人気になってるのはよくわかんなかったですね。あと、名称ハリアもね、ちょっとしあれなんですよ。結局、ジェビシクラシック負けてるから。おそらく、この白い砂には適性がないっていうのは、もう出てたんでですね。 いやー一番怖いのはグランブリッジですよねただね大井のほ本当この白い砂はですねバカ具がないと来ないんですよパワーがないとあまあその辺でもちょっと3着までは無理かなと思ってましたまあ一番の判断ミスはキング・ソウルさんなんですよねいや JBC クラシックの時はね外から出てて9番の間なんですけどまあすんなり外外行って で,で直線に入ってグイッと先行から抜け出ししてってでこのまま勝っちゃうっていうこれが本当こいつこのキング・ソードさんのね強いレースなんですよね。ただね帝王賞の時は実は言うと。 圧倒的に不利ななんですよ、ね、一番なんでですすよよねね番内側から出てってもうこの時点でうまく外にも出れないし内側に入っちゃってごちゃごちゃって,ってで僕はジタバタしちゃってますもんね。これがねこうなってる状況をもうちょっと自分の中で理解すればあの東京大商店の成績はまあ、キング・ソウさんはレースをしてないって判断しなきゃいけなかったですね。 でこの大井の砂なんですけどまあ、白くなっただけでなくその厚みもですね8センチから1 0センチになってるんですよね。 でで結構パワーを使うようよになってですねあとですねこれナイター競馬やってる時には結構砂巻き上がったでキラ,キラキラキラ光るんで結構馬もねナイター競馬に慣れてない馬はよりこうびっくりしちゃうんじゃないかなっていうところがあるんですよねだからね逃げ馬とかはいいんですよただ差し馬とかは結構そのナイター初めて初めてじゃないっていうのは結構大きいと思うんですよね。 でパドックなんですけどねまあ結構みんなねまあやっぱ仕上げてきてるだけはあるかなって状態ではあったんですけどまあ1番の問題はね3番でしょでその後4番が来てなぜか次乗っ取るのはず5番の乗っ取るのか来ないんですよねで6番なんですよなぜく番 あの5番がいないっていうこういう状態になってるんですよねまあ、みんな元気に歩いてますね、はい、テゾロ君も歩いてますしはい、みんな元気に歩いておりますがあれ5番はどこ行っちゃったのかなって状態ですよねこういうところが重要なんですよ実はまあ、前足がね出てるか出てないかとかね腹回りとかがいい絞り方してるかっていうのも大事なんですけどなぜ5番がいないっていう あ,あここにに一番最後に来たでみんな行っちゃったのにですね一頭だけこう行ってまあパトックくるくる回っててみんななんか写真タイムかなみたいな感じに思うんですけど実は言うとまあねなんかねちょっと興奮気味というかちょっと臆病な感じが出てまして。 今日は多分走りたくなないんだろうなってこの時点でもう5番ねえなと思ったんですよ。思ったけども買っちゃってるんでですね、もうちょっと頑張ってくれよと思ったんですけど、案の定行く前にもうほら、もうやだ、やだ、やだ、やだって。もうこんな状態じゃ、もう走れないですね。たけさんがちょっと心配になりましたけど、まあねえ、たけさんなので。<laughs>